同じく思います、今日もですね、久里浜海岸に向かってます。な感じですね。もうだいぶ日が落ちてきましたね。海でね、撮ってるとちょっと波の音がね、非常に雑音になってね、聞きづらいもんですからね、ちょっと今窓を閉めて、車のね中で、撮ってます。はい。で、今日はですね、予習研究をね、ずっとやってるんですけど、28ですかね、28の2週2級と29の会計理論セミナー、こちらの予習研究を今やってます。で、1級の方は、会計理論セミナーの方は、概念フレームワークというですね、非常に難解な、論点を、講義をするんですけど、そちらのね、レジュメ作り、をやってます、ね。で、ここにだいぶ時間かかってますね。昨日、一昨日ぐらいからね、ちょっと始めたんですけど、今日、明日と、ね、いうことで、ほとんどこの会計理論セミナーのレジュメ作りになってますかね。で、さっきもね、ちょっとずっとやってたんですけどね、ちょっとね、煮詰まってくるとね、やっぱりね、こういった海に来てね、リフレッシュと、ね、いう時間を設定してます。やっぱこういう時間は1日の中で、5分でも10分でもやっぱ必要ですね。僕の場合はずっとレジュメ作りとで構想を練るということで、基本的にレジュメ作りはパソコンの前じゃないとできませんけど、構想練りとかそういったものはどの場所でもできますから、こういったね、海とかあとは あんまり人の入ってない飲食店ですね、そっちの方に行って、構想を練ってるというのが多いですね。で、あとはですね、今日はね、ちょっともうだいぶ暗くはなってきたんですけどね、もうちょっと早く出ようかなとは思ったんですけど、いろいろね、雑用をね、やってるとちょっとね、遅くなってしまうということで、ちょっと真っ暗になる前にはね、来れましたけどね、なんとか海に到着してね、今日もゆったりと一人の時間、戦略立てたりですね、構想練ったりと、ね、いう時間を今確保してますね。この時間はね、どんなに忙しくなっても、覚悟してね、やっていきたいというふうに思ってます。はい、では以上です。